かしてこの中に。やっばい、なんだよ。それわかるわかる、くらえ。助かった。ソラ、ありがとう。俺は他のところも見てくれよ。Yeah!
がするぞ。大丈夫そうだね、レッド。ゴーゴー、この中にいるのか。ソラ、こっちの動きを止めて。こっちの回転が搭載されて壊せない。何か大きなものを見つければ困るんじゃないかな。分かってるって。俺たちが行くよ。ありがとう。一緒だ。やっ。さ、やずいぶん集まってきたね。何が始まるんだろう。楽しいことじゃないのは確かだ。さっさと倒しちゃおうぜ。むやみに攻撃してもこっちが消耗するだけよ。コアの位置さえ分かれば。お待たせ、ソラ。AR デバイスをアップデートしておいたよ。これでダークキューブの弱点コアの位置が分かるはずだ。僕もすぐに向かうよ。あれ、おかしいな。壊れたのか。ヒロ、また何か映ってるぞ。違うよ、ソラ。本当にいるよ。黒いコート、まさか。もう遊びは終わりか。誰だ。いや、その声って誰だ。知り合い。ついに黒幕のお出ましか。いかにもって雰囲気よね。リクなのか。こっちはくだらない実験に付き合わされてるってのに。え？それはどこで。ヒロ、心当たりがあるのか。あれはまだ足りないか。あれは僕が最初に作ったベイマックスの戦闘プログラムチップだ。プログラムチップ。
あの中のデータでベイマックスは動くんだ。ここだ、みたいなものかな。シュアム、もっとだ。リク、くらえ！はっ！
イマックス。おっと、これは渡せない。まだ実験の途中だからな。リク、その姿本当にリクなのか。見た目なんて関係ない。重要なのは心。お前がリクならなおさら、なぜこんなことするんだよ。なぜだって。お前こそ思い出せ。俺たちはいつも競い合ってたじゃないか。そんな。あの格好は十三機関だ。そしてあれは陸そのものじゃない。さすが鼻が利くな。アンセムやゼアノート、その他にも今まで倒したはずの敵がみんな復活してる。きっとあの陸はアンセムの心と同化してた時の陸だ。過去から？どうやって？古の魔法使いでもあるまいし、肉体を持ったまま時間を超えることはできないが、目に見えない存在なら可能だ。あの時聞いた。じゃあお前たちは。ゼアノートが自ら心だけの存在となり、時間を遡った。そして若き自分に計画を打ち明けた。心だけのゼアノートはそのまま時の流れに従い、次に俺たちの時代に現れた。そして俺の体と融合し、お前たちの知るアンセムとなった。一方、抜け殻として元の時代に残っていたゼムナスは機関を結成し計画を進めた。それらによってゼアノートの心と接触した多くの心をこの時代に集結させたのが新十三機関。そして俺たちのように過去から来た新十三機関のメンバーは、この世界に用意された器に心だけ移した。器？レプリカだよ。そうだ、完成されたレプリカ計画。もう人間と差異はない。完成された研究なら、これ以上この世界で何を。心をデータ化して人形に移すのさ。え？そう、お前も興味があるんじゃないか。そこの人形にも同じようなものが入ってるんだろう。こんなものに心が宿るとは思えないけどな。何にだって心は宿る。そこに心を感じれば、心は存在するんだ。それをどこで。それは僕が作ったプログラムチップだ。ああ、これはお前のだったのか。心配しなくてもちゃんと元に戻して返してやるよ。元に？最後の準備に取り掛かるとしよう。待て！ソラ、追いかけよう。みんなも。体力の消耗が著しいです。休養が必要です。そっか、そうだね。一旦帰ろう。なあ、俺たち勝ったんだぞ。もっと盛り上がっていこうぜ。フレッド、空気読んで。え、うん、リクって言ってたっけ。ソラの知り合い。うん、でもあれはリク本人じゃない。自社もじゃないよ。僕たちはあの十三機関という組織と戦ってるんだ。そいつがなんでヒロのチップを持ってたんだ。何かの実験って言ってたよね。あいつらの目的は。
ここにはデータに心を宿す実験に来たらしいけど、実は俺たちにも結局何がしたいのかよくわからないんだ。いろんなところに現れるんだけど、直接俺たちと戦うわけじゃなく、俺たちや俺の友達の心を揺さぶるようなことばかりして姿を消すだけで。あいつがヒロに迷惑をかけてるんだったら俺たちのせいだ。ううん、迷惑なんかじゃない。ただ僕はあのチップのことを知りたいんだ。ヒロが作ったって言ってたよな。うん、実はこのベイマックスは2代目なんだ。あ、ごめん。私はロボット、気を悪くはしません。うん、最初のベイマックスとあのチップは前に話した事件の時にマイクロボットと一緒に異空間に消えたはずなんだ。それがなぜ、もしかしたらベイマックスもどこかに。ヒロ、大切な人を失った悲しみをみんなで一緒に乗り越えましょう。なんださあ。行こうみんな。何を嗅ぎ回っている？お前には関係のないことだよ。深入りすればまた闇に飲まれるぞ。おかしなことを言うね。私はやりたいようにやるだけさ。お前も好きにすればいい。言われるまでもないな。なんだ、知り合いか？ああ、いつのかは知らないけどね。